自閉の動画解放軍。皆さん、常連の店とかってありますかね自閉の動画解放軍。あと、ちょっと通ってると、仲良くなった店。あると思います。それある程度仲良くなってくると、店の運営側の方に関わらないか。アルバイトとかそういうのじゃなくて、ちょっとしたイベント要因で手を貸してほしい。何か店の枠を超えたイベントをやってるから、それを手伝ってほしい。その時、何か VIP 的な誘いが来た。そう思っていいですよ。 言っちゃうんですけど、私、その店をお客さんとして利用したい。そう思ってるんでしたら、あまり運営の方、首突っ込まない方がいいのかなと思いますね。まあ一つは、意外に運営、大変なんですよね。 それとそういう立場で仲間に入ってしまった場合、もう VIP 会員どころじゃないです。運営側にもありますね。だから無責任なこともできなくなる。だからサービスを手軽に利用したい。お客さんとして、ふらっと行って遊べればいい。そういう場合は、店からの運営側の手伝い。あまり参加しない方がいいのかな。そう感じましたね。まあ私も実は昔、ある店に通ってて、あ、なんか好きそうだから、なんかイベントの手伝いとかやってよ。あ、いいですよ。 っていうことになると、そのイベントの時、毎回来ることを期待されてしまうんですよね。来ないと、あの人なんか手伝ってくれるっつったのに、手伝ってくれないな。悪い印象を店側に与えてしまう。お客さん募集か、仲間募集か。そこら辺の見極め、必要ですね。皆さんもぜひ考えてみてください。自衛の動画解放軍でした。自閉の動画解放軍、動画で解放とか、めっちゃええやん。